馬を愛する方々と競馬を楽しむ競馬ラブ。今回連投で MC を務めさせていただくコスプレイヤーのルーです。今週もよろしくお願いします。今回も私は人気のゲームサイゲームズさんの馬娘プリティダービーより TM オペラ王のコスプレで登場させてもらいます。私にとってコスプレはキャラクターへの最大の愛情表現です。なのでこうして見てくださってる皆様の前に大好きな TM オペラ王のコスプレを披露できること、とても嬉しく思います。それではまず前回の結果ですが、ご覧の通りとなります。残念ながら全員不的中でした。競馬ラブは視聴者の皆様にもより分かりやすい予想スタイルに変更しました。以前はスタッフがそれぞれ別々に予想していましたが、スタッフ全員で馬券になりそうな馬をリサーチして推奨馬を出し合い、自分が選んだ馬を軸馬に馬券購入します。ボックスで購入するとみんなで喜びを分かち合えるという感じです。視聴者の方々はもしご自身で決めている馬がいる場合、その馬を加えて馬券購入されても面白いと思います。それでは今回予想するレースはこちらのレースです。2歳馬のマイル王決定戦 G1 朝日杯フューチュリティステークスは阪神芝 1600m の外回りコースで行われます。高低差はおよそ 2.4m、 最後の直線はおよそ474m ですが、直線の途中に急坂もあり、ここで力尽きる馬もいるので注意が必要です。阪神開催になった2014年から過去8年間の勝ち馬の所属は、関東馬が2勝、関西馬が6勝と勢高頭低です。過去8年の勝ち馬の前走はサウジアラビアロイヤルカップ組が2頭、ベコニア賞組も2頭、アイビーステークス、デイリー杯2歳ステークス、新馬戦、未勝利戦がそれぞれ1頭ずつとなっています。過去8年の勝ち馬の間隔は中2周から長くても中9周です。過去20年間の勝ち馬の企画室は逃げ1勝、先行10勝、差し7勝、追い込み2勝と先行馬と差し馬が有利なようです。それでは先週は推奨したリバーラがどんじり負けで悔し涙を流し、今週は開き直って後輩当馬券を絶対的中させると気合が入っている編集長きのこちゃんの推奨馬は、先週短期免許で初来日し、わずか2日で4勝、2着2回3着3回、連帯率およそ 23%、 国内リーディング104位、イギリス競馬の若手のホープデビッド・イーガン騎手騎乗、エピファネイア産駒8枠16番コーパスクリスティ、デビュー戦は多頭数を世界中の騎手の中で一番好きな池添騎手の手綱で勝利、前走は小頭数ながら外国人騎手で一番好きなミルコ騎手の弟クリスチャン・デムーロ騎手の手綱で上がり最速の足を使い圧勝。その上、先週の阪神ジュメナイルフィリーズを制した中内田厩舎と日本の競馬界を牽引するノーザンファームのコンビ、血統から1600m も問題なしなので自信を持って推奨しますとのことです。次に、先週は推奨したブトンドールが10着に敗れましたが、今週は自信しかないと語る神坂織の推奨馬は、現在まで91勝、2着85回、3着66回、連帯率およそ 24%、国内リーディング8位。今年は G1 も制覇して、絶好調の坂井隆成騎手騎乗、
ルーラーシップ産駒1枠2番ドルチェモア。管理をする菅井直介調教師は1週間前にしっかりやって、今回は調整程度だったが、時計はいいし息遣いも問題なかった。前走は届かないところから差し切ったように能力は高い、どんな競馬にも対応できるとコメント。ガミ坂織の分析は、サウジアラビアロイヤルカップの勝ち馬がこのレースに出走したら勝率 50%、 副勝率は 100% と相性は文句なし。鞍上の酒井騎手も4週連続で調教に騎乗しており、馬の性質も把握しているはず。今回好勝負ができる気配なので自信を持って推奨しますとのことです。続いて、先週は推奨したモリアーナは12着で残念な喧嘩だったココンコちゃんの推奨馬は、現在まで24勝、2着19回、3着26回、連帯率およそ 9%、国内リーディング44位、大野拓也騎手騎乗、リアルスティール産駒、2枠3番、オールパルフェ。前哨勝利した G2 デイリー杯2歳ステークスのタイムは、先週行われた G1 阪神ジュベナイルフィリーズと 0.1 秒差。しかも今回人気のダノンタッチダウンに勝っているのは好材料。同型馬が多いので、うまくさばくか番手の競馬ができれば勝ち負けになると感じ推奨しますとのことです。最後は業務の都合で G1 のみの参加になりますが、先週は気になる馬として挙げた新緑化が2着。定評のある相馬眼を発揮しましたが、残念ながら馬券にならず、今週こそみんなに後輩と馬券を届けたいと話す競馬ラブの守護神ムーさんの注目の推奨馬は、現在まで50勝、2着64回、3着55回、連帯率およそ 18%、 国内リーディング21位、藤岡浩太騎手騎乗、リアルスティール産駒、8枠17番エンファサイズ。前走のデビュー戦は今回と同じ舞台で大きく出遅れながらも上がり最速の足で勝利。タイムも新馬戦ながら2歳オープンクラス。サンデーサイレンスのクロスがいい方向に出ていれば勝負根性もあり、相当強い可能性があるので先物買いで推奨しますとのことです。各スタッフの推奨馬は出馬表の通りです。買い目はご覧の通りとなります。参考ですので、ご自身の予算に応じて無理のない範囲で馬券購入してください。私はまだ予想には参加しないのですが、先週気になる馬で挙げたラベルは残念ながら11着でした。今回はルメールさんが騎乗する4枠7番オーバンブルマイという馬が気になっています。頑張ってほしいですが、とにかく人馬ともにみんな無事であってほしいです。では、競馬ラブの予想は以上となります。
今回の結果報告は動画ラブのツイッターや競馬ラブの YouTube 説明欄でもご報告しますのでご確認ください。またきのこちゃんのプライベート予想を行う場合も動画ラブのツイッターで告知しますので、ぜひそちらもチェックしてください。さらに予想に参加してくれているココンコちゃんは、少ない資金で大きなリターンを狙うワンコインやダブルコイン競馬予想を公開しています。ぜひご覧の QR コードからチェックしてみてください。そして競馬ラブの MC 相生優さんの舞台公演のお知らせです。新ミュ、幕末歌劇、新選組、土方藤堂の変に出演されます。三重と東京での公演です。日時は2023年1月14日土曜日、15日日曜日に三重県四日市市市民文化会館第2ホール、2月6日月曜日から2月12日日曜日に東京草月ホールで上演されます。相生さんの役柄は新選組の観察型山崎進だそうです。生演奏によるミュージカルで相生優さんの美声も披露されるそうです。見応え十分な作品になるとのことです。詳しくは相生優さんのツイッター@AIOI_YUU でご確認いただき、ぜひ相生優さんからチケットを購入していただけると幸いです。皆さんご協力お願いいたします。各競馬場の入場券については、JRA のホームページでご確認ください。まだまだ油断禁物の新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、手洗いやうがい、洗顔、洗髪など予防をしっかりとしましょう。外出する際はマスクはもちろん、髪の毛にウイルスの付着を防ぐため帽子を着用しましょう。感染予防はあなた自身や大切な方々を守るためです。私が参加するコスプレイベントや、実は占い師としても活動していて、月に1回動画ラブのポールダンスでおなじみのクロワタアメさんがオーナーシェフを務める洋風居酒屋エルクロさんで占っています。私のツイッター@RUU_626 で確認していただき、ぜひご来店してください。それでは今回はこのあたりでお開きとさせていただきます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録もお願いします。大丈夫ね。